に君臨した。誰よりも強く眩しく銀河の中心に輝く光、星々は私たちの周りを光転するフレーザだって。クエーサーの一員だったのに、クビにされるまではな。クソ、誰どもババアって呼びやがって、私の何がわかるって言うんだ。クソ偽善者ども、いつまでもぶりっこしやがって。あいつらの本当の姿知ってんだよ。テレビでキャッキャしてるようなもんじゃねえぜ。こっちだってまだできるのに。見てろよジジイ、こっちは諦めてなんかいねえよ。いつかまた。うるせえわい。もう十分飲んだじゃろ。さあ帰れ帰れ。誰じゃ、どいつもこいつも。
25だからってなんだ、まだ十分いけるじゃないか。鮮度に欠けるって、新鮮な要素が欲しいって。クソガキどもが業界にもう溢れてんだよ。デビューしろよ。クソガキどもは何もしちゃいねえ。ごめんな。でもおめえらの日本一のアイドルになるなんてもんは所詮は夢なんだよ。毎晩プロデューサーの玉をしゃぶってタバコを吸い続けないと生き残れないような現実に目が覚めるだろう。そん時にはもはや夢もクソもないだろうよ。私はこのまま飛び降りるべきなんでしょうか。おかしなこと、なんでそのようなことを考えているのかしら。なのに私はこんな場所にいるということは、心はもう決まっているのかもしれません。何をしている。まだ若いんだから、やり直す機会はいくらでもある。このガキ顔まで可愛いじゃねえか。そのまま諦めるのか。ここまで降りてこい。いや、私その必要は。昔の私なら運命を信じていたかもしれません。しかしある時から人生はおとぎ話とは違うと思っていた。
人生には心なんてものはなく、いいことも悪いこともそれに関係なく起きるものだと。結局私たちは関係ない出来事を無理やりつなげて生きる意味を作っているのです。だからこれは運命だとは言いません。ただこの出会いは偶然であり、スターノヴァの7人の壊れたアイドルの物語の始まりを告げるものなのです。あるプロデューサーが最高のアイドルグループを作るという夢のために、7人の欠陥品のアイドルをその頂点へと導く、笑いあり涙ありの物語である。そう、これはそのプロデューサーの物語、あなたの物語なのです。その物語は、
誰だお前。プロデューサーさんが来ましたよ。私たちの新しいプロデューサーか。ゴールデンカーフのお偉いさんだったかなんか知らねえけどさ。いいか、この子たちに指一本も触れさせねえからな。男なんてみんな同じさ。私たちのことを散々家畜扱いして、自分の金を稼ぐためだけに振り回しやがって。お前のことなんて全部お見通しだ。私たちは騙されないよ。Thank you.
アリア、あなたまたお酒飲んでたの？そんな状態で仕事に来るなって言ったでしょ。うるさい。昨日の晩だって一緒に飲んでたじゃない。お酒の耐性が衰えたとかじゃないよな。渡辺ジュリー。母は日本人で、父はアメリカ人よ。よろしくね、プロデューサーさん。あらあら、ひょっとしてこっちを見ているのかしら、プロデューサーくん。私のことはネムネムってお呼びくださいね。趣味は編み物とお料理とお掃除かな。みんなによくドロイって言われますが、そんなこと気にせず一緒に頑張りましょう。Thank you.
でもプロデューサー君が見たいって言うなら構いませんよ。本物かどうか確かめたいでしょ。了解。ふっふっふ。我が新たな主よ、ナイトソングの配下であるこの私が歓迎しよう。課された試練は難関を極め、幾度もの絶望的な戦いの末、この身も滅ぼされかけていた。しかし我が勇敢なるブラックナイトが約束の時にこの卑しい配下を救いにやってきた。はあ、早くこの身を汝の闇色に染めてくだされ。させれば哀れな聖者でなく不死なる我が身によみがえるのだ。何も言わないのですか。乙女の苦しんでいる姿がご覧になりたいとでも。はい、こちらこそよろしくお願いします。
プロデューサーさん。ササちゃんはいつもシャイなんだから、それだとアイドルになれないよ。ごめんなさい。Thank you.
ないじゃん。
よね。なあなあ、調子に乗るなよ。何よ。マジで？
クワクしますね。そうやね。当たり前じゃねえか。今宵はまだまだ長い。
むねむ。ああ、ちゃんと見ろ。
はい。分からへん。